どうも、あやかとひろでキムちゃんずです。どうもお久しぶりです。お久しぶりです。マネすると思わんかった。イエイ。可愛いと思ってやってるんだ。もっと可愛い子ここにおるよ。寝そうな子、うん、寝そうやね。寝ちゃうんじゃないの？めっちゃ可愛い。寝ちゃうんじゃないの？寝そう。可愛い。コアちゃん。コアちゃん。無理や、寝てるわ。皆さん、すいません。寝てるから、無理やり起こされへんからね。え。ヒロさん、久しぶりじゃない？マジで。めっちゃ久しぶりですよ。大丈夫？大丈夫じゃない、あんまり。どうしたん？え？半年ぐらいあがへんかったわ。うん。もっとやで、多分。うん。どうしたん？どうしたんやろ、見せてもらわれへんかってん、その間。人のせい、やんば。結構やばいな。マジ人のせい。何ということですね、はい、もうかなり空いたので、どうしようかなと思ったんですけど、はい、今回新曲がまず出たんですよ。まあ、その新曲もひろくん何回も飛ばしちゃってると思うんですけど、そうですね。もう急に飛んで、ラブスイカかな、私も初やし、もちろん。まあ、それを見ていくんですけど、うん、まあ、それも大事、ほんまに。新曲って大事やから、それも大事なんですけど、どうしても見てほしい映像があって。なるほど。それは私一人で見たけど、うん、こうなんかうーってなって、これ共有したがいい、うわーって、なるほど、思うぐらい良かったので、今日は2本仕立てでいこうと思います。お、いいね。はい、ちょっと珍しいんですけど、はい、今回はもうほらほらほら8枚目シングル。8枚目ね、もうそんなに出してるんや、うん、ヒッチハイカー、2024年5月29日にリリースということで、それの表題曲であってんのかな、ラブスイカーを、ま、とりあえずまあ見ていきましょうか。あ、なるほど、はい、そういうこと。それはまず MV として、うん、作品を楽しませていただいて、その後歌唱、生歌唱を見させていただこうと思います。なるほど。私は一回見てるんですけど、絶対これヒロさんと見た方が良かったなって正直思ってたやつですね。今更なんですけど、それでも見てほしいかな。あー、楽しみやな。久しぶりすぎるね。ドキドキワクワク、緊張やね。ドキドキワクワク。じゃあ行きますよ。せやけどなんかめっちゃギター見て、ヒロくん、なんかバンドな感じの雰囲気やで。しかもなんか80年代感ない、ちょっと服装とか。お前やね。レコードとか置いてて。お前や。私ら結構好きなテーマじゃない、これ。なんせギターが多いかな。なんなの、なんの設定なんやろな、これ、うん、あれミュージックショップなのか、アメリカンなのか、スタジオなのか、そんな感じの雰囲気やね。奥がスタジオになってるね。 OK、 行きますよ。行く？行くよ。緊張してんの？うん、イヤホンどっちにつけていいか分からへんね。やばいな。逆やからね、なんて言っても。めっちゃ笑うよ。行く？行くよ。行こう。せーの、スタート。いいわ、このセット好き。おう、つくくー。アメリカンダイナーな感じやろ、うん、ドライブインみたいな。
終わり？この音のサウンドが、うん、サウンドがいいな。終わっちゃった。終わったよ。今ので終わりない。終わりました。ああ、なるほど。なるほど。全然予想を裏切られてんけど、バンド系で来るんかと思って最初。まあそうね。あのもう見た目通りで見ていいんかなって素直に受け取っちゃってんけど、うんうんうん、そうですね。全然違ったっていう。あくまでもそれは何これ、やっぱ80年代の。ちょっとハードロック意識あるような若干あの、まあ、ティーンズのやけど、うんうん、分かる、若い子向けのイメージやけど、うんうんうん、ハードロックカフェ的なちょっと感じだけど、うん、いやまあめっちゃ好きやね、まあ、めっちゃ好きやけど、あのあえてそういうテーマにはしてんねんけど、今の子たちがやるとこうなる予感を出したんかなと思って、ああなるほど、うん、今の流行りと昔の80年代のアメリカのティーンズたちとかがこう盛り上がってた、流行ってたのを混ぜたらこういう世界観でどう、かっこよくないみたいなスタイルをちょっと感じたかな、うんうんうん、私は。なるほど、うん、私は好きなのでこの昔と今の融合みたいな。そうですね。で裏切られたのも良かったけど、うん、まあもうちょっとあの期待するならぜひこれを生演奏バージョンでまたやってほしいなと思っちゃったけど、まあね、こういう仕掛けがあるのであればね、ライブとかで。久しぶりちゃう？いやもう久しぶりすぎてちょっともう泣きたいね。何よ、泣かんでいいやん。何あの JO1 な、はい、なんかなすごい分かりやすくて、もしかしたらそれ K-POP あるあるなんかもしれないんですけど、うん、日本ではあまりそこまで感じないんですけど、うん、K-POP 聞いてると、うん、まあ、JO1 も K-POP 要素強いと思うので、うん、あえてそう言いますけど、シーズン1シーズン2シーズン3感がすごいあると思ってて、うん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 、多分ヒロさん久しぶりやからもう全然違うシーズン行っちゃってる中あったんちゃうかな。違う感じやね。そうやろ、うんうん、J1 といえば With Us とか、うんうん、J1 といえば Shine a Light とか2の途中までは見てたね。見てたんですけどね、スパカリとかね。そう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 、そうそう、最近多分見てなかったからびっくりしたんちゃうかなと思って。いやもうなんかなんていうの、ほんま失礼な話ですけど、うん、J1 ってどういうグループやったっけみたいな。あ、今一度あれ、そう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 、なんか思い出しながら聞いてた感じ、うん、なるほどね。そう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 、いやそう思うってことはきっと、うん、なんていうのかな、そのこういうグループって思われたくないんちゃうかなと思った、うん、なんかそういうふうにしてんのかなって戦略的に、こう新しいものをね、うん、なんか追いかけてなんていうの、そういうフェーズなんかなと思って思った思った、うん、なんかそうそうそう、スパカリじゃ出して売れたけど例えば、うん、じゃあスパカリずっとスパカリみたいに行くのは違うっていうことなのかなっていうのはまあ感じますけどね、うんうんうん、はい、より自分のイメージの中ではより K-POP 感が出てるなと思いました。うん、なんかそうやな、うん、ノリとかなんか、うん、なんか曲調もそうですけど多分日本っぽくはないなと思って聞きましたもん。多分、うん、あれじゃない、 K-POPで求められるスキルが備わってきたからやろうってことなんじゃない、うん、なるほどね。例えば欧米で必要なスキルと日本で必要なスキルって全部違うと思うんですけど、うんうんうん、彼らはどちらかというとその K-POP で必要なスキルを求められてて、うん、見てる方もそれは多少はあると思うし、うん、でそこまでたどり着いたからじゃあそういう曲をやろうっていうのが出てるかな、うん、その僕の中ではなんかこういう曲にしてはって言ったらあれですけど、うんうん、すごい日本語多いなと思って聞いて、あ、確かに、そう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 、英語でもおかしくない、そう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 、うん、確かにね、ちょっとそれもびっくりでした。そこはわざとなのかな、うん、日本あくまでも日本人っていうその言葉を大事にするじゃないけど、うん、日本っていう要素もちゃんと入れてってことなのかな、うん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 、あ、なるほど、歌詞ちゃんと聞いてなかったな、映像を見ちゃってた、あまりにも好みすぎてこの空間がね、なんかちょっとユニバーサルスタジオジャパン感っていうか、ねね、ファンキーなギターと、あ、そうね、ファンキーやね、ええ、確かに確かに、まあこれはね、もうなんていうか JO1 といえばこういう人たちっていうその曲としての固定概念みたいなものは確かにないけど、まだいろいろ流動的やと思いますけど、うんうん、ジャンルバラバラやからいい意味でね、だけど JO1 といえばこういう感じだよね感はだいぶ強く、うん、キャラっていうの、うんうん、K-POP と日本の融合を確立した人たちみたいなはあると思うから、うん、そこは揺らがないなと思いますけど、どんな曲やっても相変わらず匠くんがすごく印象的でした、うん、あ、そうなんや、うん、なんかもう
たくみくんで始まってたくみくんで終わるようなイメージぐらい残った、うん、そうなの、うん、それはたくみくんの推しやからとかではなくて、いやちょっとうそうじゃないと思うんですけど、そうじゃない、なんか印象的でしたね。なるほどね、うん、残るんやね、残る感じ、わかるよ、わかる、わかるけどね、ダンスにしても表情にしても、うん、歌い方にしてもみたいな、へえ、あの英語でユニークさ、個性があるってことか、やっぱりそれ目が行く感じでした。なるほどね。たくみくんのさ、あれじゃないきっと、なんかそう思うってことは、うん、誰かの真似じゃないんじゃない、うん、オリジナリティがあるんじゃない、ひろくオリジナリティある人好きやから、まあね、そういう視点で見るとそうなのかなとちょっと今思いましたけど、なんか誰っぽいと思ったら嫌になるタイプやん、多分そこは分かる気がする、攻めてるなと思いました。あ、そうやな、ね、し研究してるなっていう感じが感じますね。はい、はいはいはい、ということで新曲「ラブシーカー」は80年代ロックの歌でしたってわけではなかったけど、コンセプトが良くて、混ぜこぜな感じが良かったですね、まあ、そうですね、はい、普通にかっこよかったですよ、うん、で衣装もちょっと今風さもあんねんけど、やっぱりその80年代感あったよね。だからそう、なんかあんま、なんていうの、これからの時代さ、やっぱりさっき前からされてたっけ、なんか新しいものと古いものの融合っていうのが多分だんだんもっと増えてきて、やっぱ古い時代にしかなかったものとか取り入れることも増えてくると思うんですよ、うんうん、曲調とかも、うん、やっぱり新しいものを作りつつも、うん、やっぱり古いなんていうの、うん、曲調とか、うんうん、あったやんか、いろいろ、うんうん、そういうのもどんどん増えてくると思うし、うん、逆に行くとこまで行ったらこうだんだんまた古くなっていくんかなと思って、曲調とかが、うん、そうそうそう、なるほどね、だからバンドとかもまた増えていくと思うし、いいねー、そうそうそう、それ楽しみやわ。そうそう、 DTM とかも、うん、今は DTM は主流ですけど、はい、あのね、こういう音楽にしても、うん、やっぱり生演奏やったらまた変わってくると思うし、雰囲気が、うんうん、そうそうそう、ライブでやるかもね、そう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 、うん、確かにね。ということで新曲見終わりまして、ええ、いつもならこれで終わりなんですけど、ありがとうございました。じゃあじゃあ終わらへん、終わらへんのが今日やね。何よ。行くよ。終わらへんの今日。ちょっと日本語おかしかったな。ということでヒロさんに見ていただきたいのはですね、完全生歌唱の映像でございます。あ、そう。ほとんどないやろ。あ、ま、はい、生で見に行ったやん私ら、京セラ。だから知ってるよ。知ってるけど、配信の生歌唱って珍しいやん、やっぱ。あの気球乗ってんなと思って見ました。あーそうやったね。ちょっとああいう部分はアイドルでよかったなと思って見てたけど、アイドルっぽいって思って。JO1 デビュー、フォースだから4周年の時だよね。なるほど、はい、ストリーミングライブをしたわけなんですけど、その時に「アクア」という曲を、アクア、はい、披露されて、それが完全に踊らずにただただ歌ってるだけ、珍しいよ、珍しいんじゃない、生やで、うん、私いつも言うけど、ライブより生配信の方が絶対ボーカルとして緊張すると思います。まさやろね、はい、これはほとんどの人がそうだと思います。例外の人はいると思うけど、それぐらい緊張感ある現場だと思います。なるほど、はい、それをちょっと見たいなと思います。あ、そうですか、はい、じゃあ行きます、行きますよ、はい、せーの、スタート。
キマちゃんで終わるんや。 OK。 はー、これでもう私は満足して次へ進めますわ。いやー、見てもらったから何をどう言っていったらいいんですかって感じやね、ほんまに。そうやな、これ生で見てほしかったな、でもできれば。いろんな意味で。まあまあすごいこう、なんていうの、やっぱり歌に集中しなあかん時間ってさ、すごいこう気を使ってる感じが出てたやん。まあそうね、ものすごいこう顔でいつも歌ったりしてくれるやんか。でもちょっとそれだけじゃ難しい問題もあって、緊張感もあるし、なんか結構こうシリアスっていうか、歌に集中してる表情やなっていうのが何人も見受けられたかなって思います。なんかライブとかとは違った、ね、そうやね、ライブじゃないねんな、そう、ライブやとやっぱお客さんがいるから和むし、気持ちも、なんかまあたとえね、しくじったとしてもよ、自分がミスしたとしても、まあ、前にはファンがいて見守ってくれるって思えるだけで声って出たりするのよ、その緊張がほぐれて。だけどこういう現場ってファンおらんやん、前に、まあ、ね、カメラとスタッフさんとかしかおらんへんから、でもめっちゃ仕事しなかんでんねん。だからプロはさ、プロほどさ、いかにそのね、見てくれる人が大切かってことよ。うん、ほんまにほんまに、あのやっぱり見てくれる人がいてるから頑張れると思うし、うん、実力以上の、ね、力も出せると思うし、ってことよね。そう、そうそうそう、ジェンは特にそういうのを意識してると思いますけど、ね、お客さん、ね、大切に来てると思うから。そうそうそう、なんかこういう時にどう歌うんかなっていう映像になってるなとは思った。うん、だからその歌う人の方になって分かると思うんですけど、うん、カメラに向かって歌ってるのか、うん、お客さんの見て歌ってるのか違いで全部変わるじゃないですか。カメラの向こうまで意識できてるのか。そう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 、なるほどなるほど。でも実際にお客さんをおる前で歌うのとは、うん、ねえ違うと思うし、全然、うんうん、あでもこの曲の出だしっていうかイントロ、うん、なんかおしゃれな行動してくれたじゃないですか、はい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 、なんかあれを思わせる、なんていうの、ジャストトゥJust to Bombers、うん、思ってるような、あオシャンティーやな、確かにオシャンティーコードから始まって、なるほど、あの出だしからして、あオシャレやなと思って聞いてました。 J1 っぽいな、確かに、うん、似合うねと思って、うん、なるほどなるほど、うん、そう洗練された、若いんだけど大人っぽいオシャレ感、都会感、うん、シティボーイ感っていうんですか、うん、は J1 あるもんな、似合うもんね。あなるほどね、うんうんうん、立って歌ってるだけでなぜかオシャレしな、かっこいいよね、それは大事やな。身長高いあるそういうのも、 あるんじゃない、スタイルがいいっていうとか、うん、なんかちゃうねんな、やっぱ今回一番びっくりしたのは、まあ、みんなあのすごい上手いなと思って聞いてましたけど、うん、あのレン君、あレン君、レン君の歌い方がなんか裏声だけのこともところもあったし、なんか張る部分もあったから、なんか あなんかいろんな歌い方してるなと思って見てました。引き出しが多いってことか。そう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 、さすがや、なるほどね、一個の攻め方じゃないと、うん、なるほどね、そっか、そこ盲点やったな、分かってたつもりだったけど、はい、やっぱさ、これ我が子とかもそうなのかなと思うけどさ、ずっと一緒におったら成長してるかどうかっていうのが分からへんとこあるやん、ね、変わったのかどうかみたいな、はいはいはい、でも旗から見てたらさ、親戚の例えば子供とかに会ったらさ、うんうん、いつの間に6年生になったみたいなあるやん、まあまあそうやね、なんかそういう感覚なんかなと思って、ヒロ君が見ると、うんうん、私は多分馴染んじゃってるっていうか、なるほど、私は圭吾さんがこの歌が合いすぎてると思ってるから、あまあまあまあね、うん、前それ言ったんですけど、特に頭の出だし、あのサビの出だし、圭吾さんを歌う時ほんまに合ってるなって思って、うん、この透明感がね、うん、あとおしゃれな感じとか、まあね、だからそれを言ってたんですけど、確かにそうやな、材料が多い、引き出しが多いっていうのは、うん、あの努力した人にしか成し得ない技やから、そうでしょ、持ってるものっていうよりは持ってるものをどう生かすかが引き出しの多さやもんね。確かに確かに、それは感じた、うん、なるほど、うん、なんか大きく一個思ったのは、言ったかは分からんけど前の動画の時、うんうん、まあ、JO1 の京セラって余計感じたから、今やったら確信を持って言えるっていうのもあるんですけど、やっぱりさ、デビューしたての頃とかって未経験者の方とかがいるグループってすごい声の出し方が口だけっていうか、口の周りは響いてんねんけど、本当の意味で腹から出てなかったりするんですけど、もうめっちゃみんな腹から出てたくない？なんか張りがすごいっていうか、だからこういう軽いラフな曲なんだけど、ちゃんと欲しいところは来るから飽きないじゃん、ダラダラ聞こえないじゃん、そういうのもやっぱ腹使ったりとかっていうのも一つあると思うの、技として。特にルキーズくんとか、あそうです、ね、めっちゃ
わーって出てたよ、めっちゃ気持ちいいし、うん、ああいうのも技なので、うん、あれでずっと歌われたらしんどいけど、こういう曲は出してほしいとこでちゃんと捉えるっていうのを皆さん徹底してたのかなと思うから、まあ匠くんうまいけどね、そういうの。まあね、うん、うんうん、そういうのをちょっと感じたかな今回。あ、やっぱちゃんとその基礎練ちゃんとすると歌い方ってこんなに変わるんやなと、まあ、日プ見たから思うっていうのもあるけど、全然ちゃうと思いますよ、デビュー曲歌ってた時の声と今の歌い方は、うん、だから僕が思うに、うん、まあ蓮くんとか、うん、スカイくん、スカイくんの歌い方はずっと歌える歌い方っていうか、なんか、あ、はいはい、どう言ったんやろうね、わかるんじゃないそれで、うん、わかるで、ちょっと私だけかな、なんか JO1 ってさ、うん、に限らずですけど、うんうん、キーが高いやんか、あ、高い、そう、それ言いたかった、うん、そうなの、キーが高いからやっぱりいろんな技術身につけていかないとどうしても無理なことだと思うから、うん、なるほどなるほど、そう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 、しゃあないな、やらな、しゃあない、うん、やるしかないっていうか、うん、やるしかない感はちょっと強いな、だからもっと、うん、そうね、意味やね、安定して、なん、言い方難しいけど、うん、そのね、レン君とか、うん、スカイ君、うん、の歌い方の感じの方が、うん、長く歌える、長く歌っていけるのかなって、安定して、うん、僕は思いましたけど、難しいし、言い悪いの話じゃなくてな、そう、やっぱりハッて歌ってるのは、うん、結構若い時はいいんですけど、あれやろヒロ君、ハードロックバンド散々聴いてきて知ってるからよ、歴史を、そうなの、うん、だけ声出えへんやるやんか飲んだりとかでね、なるな、そうだからケアしたからってわけじゃないからな、高いっていうのはやっぱり、うん、その時はあんまね、なんかその張ってる人ほど個性は感じられない、いや、そうかん、なんですけどね、そう、めっちゃいいんですよ、そう、でも後々考えたら歌える方がいいやんっていう、そう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 、あ、そういう意味のリスペクトもあって触れてるってこと、今、そうそうそう、あ、なんかいろんな歌い方研究してんねやろなと思って、喉、うん、潰さんようにも、もうそれも気をつけてんのかなと思って、あ、プロやな、うん、そこまでいったんや、うん、領域的に、そう思ってきました、なるほど、それが言いたくて、あ、めっちゃ分かる分かる、だから簡単に言ったら、うん、あのできることだけをやる、もしくはそれも大事、できることを増やしてたけど今までは、うん、でも今はどうやったら長く、どうやったら日々あの高クオリティのものを担保しながら歌い続けられるかって考えた時に、まあ、穴開けたらあかんや仕事に、うんうん、そうなった時に、いろんな材料あった方が喉潰れないからその技を習得したってプロ意識を感じたとか、そう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 、ありますあります、そうでしょ、はい、だから同じ場所しか響かさへんかったら、そこがもし怪我したら、うん、声帯でもポリープ、例えば同じ場所ばっか当てて歌ってたらポリープできやすくなるんですけど、うん、そうなってってからだと大変じゃないですか、やっぱりもう歌い方変えなあかんもんね、そうなったら、ね、まあ、なること多いけどね、どうしても高いから最近の歌だけど、そうならないように、もしくはそうなった人は変えていくんですけど、そう、ね、あの抜いたり強く歌ったり裏声にしたり、うん、っていうその技を増やすことによって逃げれるって感じかな、そう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 、わ、分かるかな、これ伝わるかな、うん、なんか同じ持ち方でずっとペン持ってたらペンダコできるじゃない、うん、歌も一緒なのよ、うん、だけどちょっと違う持ち方にしたり左手で持ったりして工夫したら、うん、ペンダコってちょっと減るっていうか、うん、まあ盛り上がる率減るやん、私ペンダコやっぱ同じとこに当てたからあるけど、うんうんうん、そんな感じと思ってもらったら分かりやすいんかな、うん、その僕はあんまそこはあんま詳しくないんですけど、声帯、うんうん、って育つものじゃないですか、うんうん、でもまあ同じ歌い方しても育つとは思うんですけど、うんうん、いろんな角度が攻めた方が、うん、多分筋肉と一緒だと思うんですよ、あ、細かい筋肉していくんちゃうかなと思って、あ、正しいと思いますよ、うん、はいはいはい、だから結果的にその時はあのさまよったとしても、はい、長年やっていけば、うん、それがなんていうの固まっていって、なるほどね、そうそうそう、うんうん、合ってると思いますよかなって思いました、うん、だから、うん、じゃあ体柔らかくしたいですって言って股関節ばっかり柔らかくしてもしゃあないやん、そういうことよね、全部柔らかくした方がいい、いろんな角度が攻めた方がいいんじゃないかな、うんうん、いざじゃあテニスしようっていう時に股関節だけ柔らかくてもしゃあないもんね、そうそうそう、肩も肩甲骨も全部じゃんってなってくるから、うん、うん、合ってると思います、うん、ゴムがいっぱい伸びるように、うん、長い目で見たらね、うん、そうかなと思いました、あ、そういう意識を感じたってことか、そうそうそう、それを感じたかなって、いや、もうそうなんじゃない、感じたってことは、うん、ほら、感じたことが全てですからっていつも言ってるけど、まあまあ、たくみくんとかもそうやね、いろんな歌い方するやんか、する、裏声もちゃんとするしな、ほんで、うん、しなさそうでするやん、そう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 、あそこで抜いてくるんやとかさ、うん、なるほどね、そう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 、分かってきた、うん、言いたいことが、いや大変やからさ、曲調聴いてたら難しいやん、どう考えても、難しいのばっかりやな、そうそうそう、J1 の曲、そうなの、いい曲やねんけど
クオリティが高すぎて、そうなの、ようやるわと思うね。そう、心配になるぐらい難しいやんか。そうやな、確かに高いしな。そうな、女性でちょうどぐらいもんだ正直。うん、いやいいじゃないですか、久しぶりに見てもらえても満足で何もこれ以上言うことないっすわ。プロになられたねっていうのがちょっとあるんじゃない、きっとヒロ君から見たらって思ったけど、うん、なんか違う、またプロならではの悩みとかがあるから、それを改善していこうっていうのがちょっと姿勢として、うん、改善じゃないな、工夫してってる感じ、うん、なんかねえ、みんな年取るじゃないですか、嫌な話ですけどそう、でもね、その中でやっぱり今までと同じやり方じゃダメな部分とかも出てくるじゃないですか、うん、通用せんくなってくるね、自分の体が、そう、うん、出れた声が出れなくなったりとか、はい、あると急に、はい、そうそうそう、すごいいろんなこと考えてやってるのかなっていうのを感じました、うんうん、分かる分かる、うん、すごく求められるレベルが高い分自分で気をつけるところが多いんやろうなっていう感じはしますね、うん、細かいところが、体のケアとかも半端なくしてる人はしてるんやろうなって思います、うん、若いからまだなんか適当な部分もあるやろうけど、レン君とかはしてるやろうなと思いますね、あとはやっぱ筋トレ組もしてるかなと思うけどね、やっぱり体が資本やから。はい、ということで今回は JO1 の新曲ラブシーカーと、4周年記念のストリーミングライブの際のアクアの生歌唱を一緒に見させていただきました。はい、はい、楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたしますね。お願いいたしますね。これひろくんのマネやね、通じひんかな、ひろくんに締めを任せたらなぜかいたしますねっていう、はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。わあ、今日コアちゃん寝ちゃってるわ、残念、みんなすいません、久しぶりやのにね、うん、見せたかったけど。